ようございます。渡辺かりんです。みんなの性生活の時間です。この配信は、本来の、性的な効果行動を日々の活力に生かしていけるようにお役に立つ情報を配信しております。インスタご覧の方はフォロー、いいねボタン、それからYouTube ご覧の方は、チャンネル登録、シェア、コメントなどどうぞよろしくお願いします。今日のタイトル、気持ちいいセックス簡単な方法ですけど、これね、大事なことなんですよね。あんまりね、学校ではですね、避妊のこととか衛生的なこと、性病にならないようにとか、まあ、いろんな、ね、基本的なことを教わると思いますが、実際気持ちいいセックスの仕方っていうのはあんまり教わる機会ないんですね。まあ、教わるといえば一緒にそれを行う相手から教わるということはありますが、まあ、果たしてその方がですね、女性の立場に立って、でいろんな経験の中から抽出した最高の情報を教えてくれるかどうかっていうのは保証はないわけですね。運よくそういうことに当たるといいんですけども、なかなかそれもね難しいです。最近にとはこだわらず、くくらず、まあ多くの男性、そんなに女性の立場に立って技術を磨くとか、そういう機会持ってる人とかね、そういうそのために学んだ人ってそんなに多くないわけですね。でそのお相手の方も、まあ、多くはアダルトビデオとかそういう大人の情報、商業的な、まあ、ビジネスのところで発信されて、より刺激的に、より激しく暴力的にな感じで売れるようにと、たくさんの人に見てもらうようにという目的で作った映像なんかをコピーして実際現場で行うと、女性にとってはありがたくない感覚を得るわけですね。押し付けられるというか、いやそれ女性もね、それに対してちゃんとノーと言えばいいんですけども、もしかしてこれが気持ちよくセックスができる方法なのかなと、提案されるままに身を任せていればいいのかなと、そんな風に考える方も、でいつかこの状況からガラッと気持ちいい状態にガラッと裏返る瞬間が来るかもしれないとか、そんな感じがあって、期待して様子を見ると、で様子を見てたら終わってしまったとかね、気持ちいい瞬間があったかなかったかよくわからないうちに、その営みの時間っていうのが終了したとか、で向こうだけなんかすっきりして、なんか一息ついて孤独な時間に入っていると、なんか女性を寄せつけない時間にもう収まってしまっているとか、取り残された感じになる女性とかね、まあいろいろすれ違いの場面とかありがちなんですね。だから私もね、憧れました。ドラマとか映画とかでの、まあ、濡れ場のシーンですっていうか、そういうね情熱的なシーンで、で共になんか絶頂に到達して、共に果てて、で疲れ果てた時間も甘いイチャイチャした時間でとても満たされた感じの、そういう映像ね、女性向けの映画とかなんかではね
あるので、まあ、そうなるんだろうな、でこれが大人の世界だろうなと、憧れ夢見て、実際現場ではなんかちょっと違うという感じでね。それは今ね、私62歳ですけども、長い人生振り返ってようやく分かったことなんですけど、まあ気持ちいいセックスっていうのは相手にそこに連れてってもらうものじゃなくて、女性が自分の体を育ててこそ到達する世界なんだっていうことが分かりました。まあ、もちろんね、相手の男性が女性の体をその時間で、その営みの時間の中で女性がね感じる体になるように、いろんな手を施していろいろ尽くしてくれて、そういうふうにとても感じる気持ちのいい体に、その営みの時間で変化させるっていう、そういう技を持った方もいらっしゃいますけども、それにはですね、やはり30分ぐらいはね準備がかかります。男性が30分懇切丁寧に女性の体に対していろいろと施すと、それなかなかねできないんですよね。お仕事とでしたら、その時間給をちょっと高めにいただいて、その時間給と釣り合う感じでせっせと働く感じで尽くすということはできるかもしれませんけども、まあそのお金とか有料とか課金とか関係なくできる人もいるかもしれませんが、それ何回もは繰り返せないかなと思います。同じ人でね、同じ相手で、30分ぐらい誠心誠意あれこれ手を尽くして技術の域をもう 相手の女性にもう集中して施すと、それ初めてする相手とか、まあ、初めてじゃなくて もう新鮮さ、相手の反応に対して新鮮に感じるという、そういう相手からそういう時期だったらできるかもしれませんが、毎日一緒に暮らしてとかね、毎日一緒に暮らして共に家庭を運営して子育てや介護や仕事や、まあ、性だけじゃなくて他のこともね一緒にいろいろ共同作業をする2人ですと、精神的にも肉体的にも疲れて、一番性的なことを後回しにされるからされるカップル多いので、その一番後回しになった時にその体力精神力残ってるかどうかっていうと残ってないから結局もうしなくなるという感じなんですね。だから一方にそのね負担をかけるっていうのは長続きしないんですよ。でもですね、ようやく私はですね62歳になって簡単にそういう気持ちのいいセックスができる方法を見つけたのですね。ぜひこれ皆さんにやっていただきたいと思ってこういう配信を日々続けてるわけなんですよ。知られてないのであんまりこういうことをね発信する人いないから全然常識にはなってないんですね。だから世の中の常識っていうのはね、セックスにおいては男性が女性の体に入ってピストン運動を繰り返すと、で男性が放出して果てると、でそれすると女性は気持ちがいいという解釈が一般的になってるんですが、いや全然そんなことないです。中にはそれでね気持ちのいい人もいるかもしれませんとか、女性がねとても自分の体を感じやすいように育んでいる、そういう努力をしている方ならありかもしれませんが、普通にね一般人として
生活してると、なかなか男性のそういった営みに対して、ああとっても気持ちいい、満足した、満たされた、そしてその行為が終わった後もずっと何日も何日も心がほっこり満たされるという、そういうことにはね、なりにくいと思うんですね。だから刹那的にその時だけ女性はね、外行きするとかしてパッと発散して、それで気持ちよかったと思う、そういうことにしとくっていうことあるかもしれませんが、でもね、本当の気持ちよい営みを体験すると、まあ、それは本当にねオプションだったなって思うんですよね。いろいろある中の快感の中のほんの一つのオプションだったなって思うんですけども、本当の日本古来から伝わってきた調和するその営みというのはですね、とっても満足するものなんですね。見に来てくださってありがとうございます。もうちょっとゆっくりしていってくださいね。だからその常識を、これを聞きに来てくださってる方がその常識を塗り替えしていただくと、だんだん広がっていくと思うんですね。全く今のままのピストンセックスじゃ持続不可能です。ある程度男性は体力が衰えていったらできなくなるし、女性も潤いが少なくなっていったら痛くてできなくなります。そしてお互いにできなく、したくなくなるんですね。いやでもね、本当の調和する営みを知ってたら、年齢とかその乾いてるとかそういうこと関係なく、できるんです。関係なくできるというか、女性が乾かない、潤うんですね。ずっと潤います。男性も別に体力なくてもできます。それね、若いうちからね、お互いに知ってていただくと、疲れたからしないとか、時間がないからできないとか、そういうことはなくなるんですよ。で、本当の調和する営みというのは、二人が一つに重なってもう数秒でとても深い神秘的な味わいの世界に入っていくんですね。数秒ですよ。すごいでしょ。なかなか、ピストン型でもね、女性の体にが潤いに前戯をしたりとか、そして十分女性の体が潤って熱くなったら挿入して、男性がピストンを繰り返して、でそして終了すると、で終了して、なんかお互いになんか分離するような、そんな時間があって、なんかこんなんでこれが本当のあれなのかなとか疑念を抱いて、でそのうち面倒になってとかね、痛みを感じるようになってとか、相手の男性も立たなくなってとか、そうやっていつの間にかフェードアウトしていくと。でそれはもったいないことなんです。そんな立たなくてもいいし、体力使わなくてもいいし、女性もずっと潤うようになるし、本当に大事な情報をね、私たち遮断されて受け取ることができなかったんですけど、もう10年ぐらい前からね、女性が性の発信を少しずつするようになって、私もその発信された方々の情報をキャッチして、少しずつ学んで分かったんですが、そうですね、2014年ぐらいから性の情報を少しずつ受け取り始めたので、今年で10年になりますね。10年になってようやく簡単にできる方法をお伝えできるようになったので、とても嬉しいです。実際私が成功したのは3年前なので、59歳の時ですね。だから情報を受け取り始めて7年目でようやく自分の体で成功して、
それでそれを伝えるにもやっぱ分かりやすい伝え方とか分かりにくい伝え方とかあったんですね。でようやく今こんなんだったらみんなも分かるかなと思ってやってるんですけども、それが私が発明したものが必要なんですが、これなんです。膣に挿入しない膣トレグッズ、つけるヨガ、特許取得したシルクでできたものです。とっても軽くって絶妙な傘量厚みで素材もこだわっております。これを女性が初陰紙に挟んで、挟んだだけじゃダメなんですね。挟んで少し体を引き起こす、挟んだこれを少し上に向ける意識、これねご購入いただくと分かりやすい動画がついております。それをご覧になってやっていただくと分かります。ただ静かにやる習慣なので、なんか周りの人今ねきっと誰もやってないと思います。周りの女性たち、お友達もお母さんもお姉さんも妹さんも姪っ子さんもおばさんも、ましてはおばあちゃんも娘さんもやってないと思います。誰にも聞く人がいないものを続けるってとっても難しいことなので、それでね私が主催しておりますヤマトの生活サロンに入っていただくと継続してずっとサポートするので、毎月1回グループズームでお会いすることになります。使ってますかって私が伺うだけでもうねやらざるを得ないので、しばらくお休みしててもそのグルコンに参加することですぐ復帰できるんですね。で復帰するとやっぱりねこれいろいろいい変化がいっぱいあるんです。いい変化がいっぱいあるので、あやっぱり復活してよかったって思うんですね。それを毎月繰り返していただきますと、もう私に会わなくても習慣化できてますし、パートナーとの関係もとっても良くなっております。どうして良くなるかは詳しくは昨日の動画をご覧くださいませ。3つの唇、女性には3つの唇があるというお話をしておりまして、その3つ目の唇がとっても重要な役割を果たすんですね。それがあるかどうかでもうね持続不可能なピストンセックスに陥っていずれしなくなるか、そっちに行ってしまうか、それともずっとセックスに丁寧なくお互いに相手を慈しんで愛情を感じて大事にされるというそういう関係が続くかどうか、3つ目の唇、女性の3つ目の唇の働きによって運命の差が起こります。その鍵がこのつけるよか、本当にねこれとあとこれをつけるにはやはり私が女性用ふんどしで特許取得しましたこのシルクのふんどしパンツですね、これとセットで使っていただくととってもね自律的にこれを体に装着して上に向けてると意識が働いてどんどん体の軸の筋肉が育っていくんです。これトレーニンググッズですので装着するだけじゃダメですよ。もうトレーニンググッズとかね、例えば鉄アレをですねなぜてても何の効果がありませんね。なぜなぜしたりタッチして触ってるだけじゃ効果ありません。あれを持ち上げることで効果が出てくるんですね。同じようにこのつけるヨガ、挟むだけじゃ効果がありません。挟んで少し角度を引き起こすというこの意識して体アクションを起こすことが大事なんですけど、これがねなかなか一人で孤独にやってると続かないので、ぜひつけるヨガをお買い求めになってヤマトの生活サロンにお入りくださいませ。今だったら初年度の年会費とってもお得です。まあ大体1年入会してたら習慣化すると思いますので、もうね翌年からは退会してくださって結構ですので、まず最初の走り出す基礎のところですね、一緒に
他の仲間と、これを使い出す他の仲間と一緒にスタートすると、周りにもビギナーの方たちいっぱいいると、自分のことあの責めたりとか焦ったりしずに着実にできるようになりますので、つけるヨガとヤマトの生活サロン、生活の性は性生活の性です。性を活性化するサロンです。これやると、あの性的なことだけじゃなくて、普段の生活面でも疲れない体になるんですね。体の軸が整うので、姿勢が整って体がぶれずに、あの軸がしっかりするんです。体がぶれないということは心もぶれにくくなるんですね。焦りとか妙な自分を責めたりするとか、ネガティブな感じなくて、健康的に何かね、改善点を見つけてそれを変えていくと、そういう建設的な気持ちになっていきます。で、男性性がね豊かになるのと同時に、あのこれ緩やかなオーガズムが絶えず循環するんですね。だからとてもとろけるような気持ちよさも、凛とした武士のような感覚と同時にとろける気持ちよさも同時に発生するんですね。だからなんか顔が自然とにこやかに、あの侍のようなキリッとした気持ちと、とろけるような優しい気持ち、両方同時進行するので、とっても不思議なんですけど、お得ですので、ぜひねこれあのヤマトの生活サロン入っていただきないと、いただきたいなと思います。では見てくださってありがとうございます。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。